So I'm back with another part of Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. I actually don't understand. It is going forward now because they're doing this. Right? The suffering of wounds. I have 610, so I must delete some, otherwise I won't be able to like take any other. This one has 130% job affinity. We'll use this one, Google Killer, in our. Thank you.
more than 100 are deleting from here. I will have a good amount of space to get whatever. So below 40 I am deleting, right? There is one with Java pretty like this one. Then I'm keeping it on, otherwise I'm just deleting it. ルフェインの目的は何だ？俺は何のために送り込まれた？あのカオスを倒すという気持ちは何のためだ？ねえ、これが本当にルフェインの、私たちの故郷のルフェインから送り込まれたのだとすると、こっちの状況はすぐに伝わっているということね。アストスか。あいつは闇を観察し、記録しているだけではない。報告もしているんだろう。さっさと魔物を倒してアストスに喋らせるぞ。First, I need to... There are doctors. Okay.I'm using this one. I can also use this Rakshasa blade.
for 15 damage. This one's good. 5 damage. Where that ogre killer is? 36 damage, this one. Checking. This one
これで。大歓迎だな。やるぞ、ついてこい。やれ。腕が下がったみたいだな。危なかった。敵が強かったんだ。卑下しなくていい。ルフェインはどこにあるんだろう。こことは切り離された場所らしい。距離的にはもちろん、おそらく時間的にも思い浮かべるのが難しいな。あなたがチオハを無事だとする。ルフェイン人は嘘だと言ってもらう。あなたを食べられる。あなたの身は無事に。ひどい。まずいな。Thank you.
圧勝だな。魔力が蓄えられているのか。いただいておこう。いいな、暴れさせてもらおう。冴えないな。どうする？戻るか、ジャック。調べておこう。道は確保できたな。戻りは楽ができるぞ。やるか。ジャック、戦おう。敵、湧き出てくるね、これ。黙らせないだけだ。
やりすぎたかもな。知ったことが、それよりも分かったことがある。闇の気配が一瞬で消えたよね。ああ、他の像もぶっ壊すぞ。闇とは何？魔物を増やす。動物の魔物化を狙う。人も魔物にする。すべて混沌の闇が引き起こす現象。闇は増殖するということね。クリスタルの輝きを隠してしまうのも闇。結果、本来はクリスタルに祝福された世界は闇に覆われる。ならば、俺たちの役目は？闇が強すぎても均衡は崩れる。俺たちの仕事は、いわば光と闇の均衡を保つための調節。大歓迎だな。やるぞ、ついてこい。手応えがなさすぎる。いつもこうだといいんだけど。Yeah.
ってる。石像がある。ああ壊してしまう。だが目をかけ、でかい噴出口をどうにかしないと。壊す。
ってさ。送り込んだ連中は世界がつながることを恐れている。つまり切断したはずの過去が蘇ることを危惧しているわけだ。それは突然消えたルフェインの話？伝説も過去のこと外に呼ばれちゃう。アッシュ、当てにしてもいい。あんたに頼られよ。ルフェインは自分よ。仲間のエネルギーを吸い込んでいる。本気だよ。とりあえず切り抜けたか。一応勝ったし、いいんじゃない？キューブが見えたぞ。ここにあるんだ。覚えてこ。出てきたか。蹴散らしてやるさ。その言葉そっくりそのまま返る。やるぞ。大口開けた。これが厄介だ。
応援されないうちにやろう。敵が減少したら花壊しちゃおう。これで終わりだ。よし、この島には沈んでもらおう。そう、巻き込まれないよう離れましょう。これでスッキリしたな。さて行くか。How many do you have seen? Let's try to reach you. ああ、アストスとのご対面だ。行こう。俺たちは光の戦士として世界から闇を取り除いている。だが、やりすぎたからルフェインは闇を送り込んだ。闇が減っただけではなく、光と希望が増した可能性もある。それでは闇を感じないの。あれら姫はクロスです。その効果はあるかもしれない。ああ、そうだったね。ジャック、あ、もう save last. What? 敵だ。やるぞ。ついてこい。やめろ。なんと、マジか。体勢を下げられるか。僕が回ったんだ。なかなか出ない貴重品だ。ワクワクしてきた。Wow, the fuck.道ができたね。戻りは楽ができるぞ。さあ、忙しくなるぞ。でかい噴出口をどうにかしないと。ジャック、騒がいを前にします。敵化したのか。なんかヤバくなってきた。落ち着いて対処するしかないな。本気だね。死の宣告かよ。早く倒そう。すごいの来るぞ。注意。
あれはキューブだ。調べておこう。Lion must have changed our story or changed something in the story that brought us to this place.遅いぞ。しかし安心してもいい。これ以上贈り物は来ないだろう。クリスタルの輝きと混沌の闇、君たちのおかげでちょうど均衡が取れた。さて、どこから話そうか。まず、お前は何者だ。当ててくれ。そういう気分ではない。当ててくれ。ルフェイン人か。違う。私はルフェインではない。彼らは元ルフェインの民だ。私に協力しているが、それは打算があってのこと。本音では死ねばいいと思っている。私の魔法で彼らをコウモリに変えた。私が死ねば魔法は解ける。君たちを案内したのはそれを期待してのことだろう。君たちが私を殺すような事件が起こること。そうだろう。アストス、最初に何者かと聞いたのは俺だ。だが悪かった。コウモリはもちろん、お前の正体にさえさほど興味が湧かない。俺が知りたいのは、お前は俺に生きる目的を与えることができるのか。俺に敵を与えてくれるのか。君が望むならそうしてやりたいところだな。できない。永遠にも思えるほど長く生きるうちに、私の胸は悲しみ、怨嗟、憎悪と怒りでいっぱいになってしまった。まるで私自身がクロス衣装のようだ。ジャック、今一度問う。私は何者だろう。ダークエルフの王。それだけ。ああ。He's gonna turn into some monster.闇がアストラスの周りに。なんだ、どうなる。体勢を下げられたか。集中しろ。届いてくれ。
Give me time to heal at least. ルフェイン人が憎い。憎くてたまらない。私はコーネリアに生まれ、ルフェインと共に次元の壁を越えた。What the fuck is that? Okay, so the game shows some kind of monster, right? そして生まれ変わり、帰還した。私はどちらを愛すればいいのか。まだ終わらんぞ。私はエルフの生体探査隊として参りました。お前たちに任せたぞ。体勢を下げられたか。なんかヤバくなってきた。何としても倒す。Yeah.
記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。アストス？最新型生体探査隊、後で見せる。まあ見ても聞いてもどうせ忘れるけどな。アストスは忘れない。なあ、この質問をするのは初めてではないと思うが、俺はなぜ忘れるんだ？我々の健やかな未来のためだ。So now we get the full picture. Lufinians are the ones who... 私が探査生命体アストスです。この地で生きるエルフがあなたたちの素晴らしい技術でこのように生まれ変わることができました。私に友情や愛情、仲間意識を持たないでください。我々は培養で作られる大量生産品。稀に我々に友情めいた感情を抱いて、その挙句に助けようとして命を落としたストレンジャーがいたのです。愚かなやつだ。I think these are the memories of Jack. 軽傷です。つばをつけておけば治りますよ。なるほど、覚えておこう。So he... あれほど言ったではないですか。我々は吐いて捨てるほどいる大量培養の使い捨てです。とにかくお前が無事でよかった。愚かな人ですね。俺も同じ意見だ。So he was our friend. アストス、お前も共犯者になってくれ。次は変えることができるかもしれない。何をすればいいんですか？次に会ったら俺たちを導いてくれ。やり方は任せる。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、
ほぼ毎回このカオス神殿ですね。怠慢だな。規則の形骸化はよくありませんよね。いつか問題が起こるでしょう。準備ができています。ではお気をつけて。なあ、一緒に帰らないか。はい。お前は帰りたくないのか。気持ちの問題ではありません。規則違反です。じゃあ待ってろ、上と掛け合ってくる。あなたは忘れてしまいますよ。忘れない。期待させないでください。俺は忘れない。次は連れて帰る。いいか。 If I had known I would have died by my friend's hand many times before. He's a friend. さようなら、ジャック。さようなら、スプーシュ。Maybe we'll meet in the next game. These bats are the only things left of him. Okay, Astus is alive. Hora, wasreta. Astus. Now he's in the world. いいんですよ。記憶を消去されているのだから、あなたのせいではない。それは分かっているのに、憎んでしまいました。恨んでしまいました。許してくれ。そうできたらどんなに素晴らしいか。でも私は闇を抱え込みすぎました。私が死ねば、ここにいるルフェインたちの魔法が解けます。しかし同時に彼らの寿命が尽き、死に絶えます。彼らが抱える闇は恐ろしい量だと思います。我々の闇が混じり合い、世界を覆うでしょう。ジャック、その闇から生まれるあらゆるものと戦ってください。魔物を倒してください。 Maybe one last mission. 闇と感情が融合した状態がカオスです。 カオスが現れたら倒してください。 Right. あとはあなたの感情に任せて進めばいいんです。たとえ闇に覆われても、その中を進み続けてください。あなたたちも、私にできるのはここまでです。ルフェインの横暴を許さないでください。このコーネリアを守ってください。俺たちはルフェイン人だ。そんなことは関係ありません。だってあなたたちは皆光の戦士なのだから。ジャック、ここは危険だ。逃げよう。
mission. Don't think. This is a mission. I think this is like the ending of the game. So yeah, it will be like. お城はどうなってるのかしら。アストスとの約束だ。行こう。So we have to kill this many. Right. みんなも思い出したか。ここからは俺たちが導く。この先無理だ。Yeah.
What the fuck did this? Run this way. Come on. セーラ姫は？ここにはいないようだ。王と王妃、大臣は民の説得のために外に出ました。お二人を見ましたか？ご無事でしょうか？いや、残念だが。ジャック様、私にできることはありますか？街は感情が渦巻く場所だ。闇と感情が結びつくとカオスが生まれる。そう考えるとこの世界で最も危険なのはこの街ということになる。街を離れろとおっしゃるのですか？それはできません。私たち王家の者はこの街に残る義務があります。あなたたちがカオスになるわよ。私たちはそんなこと望んでいないの。それが定めなら
仕方がありません。お姉様、外に出たら起こしてやれ。逃げるしかない状況になればザレ言は言わないだろう。わかった。セイラとミアの護衛は任せる。俺が道を切り開く。後からついてこい。I will fight. Okay. Since me alone. This is going to be interesting. Ashu.俺たちも踏ん張りどころだ。分かっているジェド。ジャック、後ろは気にせず、あんたが思うように進んでくれ。